はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました水曜チャーチャー作戦のお時間でございます。この番組は木の湾シティ FM81.8MHz でお送りしております。他にリッスンラジオではスマホや PC から日本全国で聞くことができます。まあ、この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわるさまざまな話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます。さて、本日この放送が流れておりますのは5月1日ということで、まあ、なんと令和元年の初日になっております。まあ、新しい元号が始まる日に放送日が重なるというのをですね、本当に何か縁があるなというふうに思います。まあ、1週間ペースで見れば7分の1の確率はあるんですけども、元号が変わるタイミングで、この番組が放送される、元号が変わるタイミングの日に、まあ、この番組が放送されるというのは一体何万分の1になるのかというようなですね、まあ、そういった非常に、まあ、深いといいますか、本当に偶然に偶然が重なった縁だなというふうに思います。さて、令和元年最初の放送の記念すべき放送に、なんと今日は急遽ゲストが来て、くださっておりますので、自己紹介をお願いします。はい、皆様令和元年5月1日おめでとうございます。私、ボギー中佐でございます。中佐、はい、よろしくお願いします。中佐はいつもですね、まあ、この番組のバックナンバーを、まあ、本放送を聞き逃した方のために YouTube にアップしてくださっている、本当にこの番組のですね、はい、陰で支えてくださっている方の一人でございます。はい、まあ、中佐は今沖縄に見えられておりまして、まあ、普段は内地に住んでるんですけど、今沖縄を満喫中ということで、はい、今回沖縄に見えられた目的というか、はい、一番何をしたいっていうのがありますか。そうですね、何よりまあいろんな人と戯れたいなというのがあるんですけれども、ボギーテドコンさんと一緒になってですね、ボギーテドコン分身の術をやらかそうかなと、はい、それ今喋っちゃっていいんですかね。あ、いや、なんかどこに出没するか分かんないのでどこに出てくるかを楽しみということで、はい、またそういえば2年ぐらい前に9月に1回それやりましたね、はい、やりましたね。その時には、はい、あっち系の方々がものの見事に、はい、引っかかって、はい、引っかかってくれましたね、はい、それが動画に YouTube 上にアップされてるもんですから、はい、まあ、チャンネル作の沖縄の支局が流してるんですけども、はい、その動画見て、はい、もう一度笑ってみるのもいいかなというふうに思います。そうですね、はい、で今回沖縄ゴールデンウィークは10連休ということでですね、はい、まあ、私は10連休じゃないんですけども、はい、いつもよりも沖縄入りする観光客の数が多いのではないかなというふうにも思いますけども、行きの時飛行機はかなり混んでましたか。そうですね、飛行機満席でしたね、はい。あ、やっぱり、はい、どこに行くにしても結構今年は満席でチケットが取れなくて、うん、まあ、中にはこの番組聞いている方の中には旅行を断念された方もいらっしゃるのではないかなというふうに思うんですけども、うん、まあ、今回10連休ということで、はい、まあ、この10連休についていろいろ色々、まあ、言う方はいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、陛下皇室のご意向といたしましては、はい、まあ、元号が変わるタイミングでゆっくりと国民の方にこの元号が変わるタイミング、はい、お目を代わりを祝っていただきたいというそういった思いが込められているのではないかなと、まあ、私個人的にはそう考えておりますけども、はい、はい、何せ、そうですね、はい、まあ、せっかくのお休みですからね、でお祝いムードもいるかと思いますのでいいんじゃないかと思います。はい、はい、でちなみに5月1日、5月1日私仕事なんですけども、まあ、10連休取れない方、途中にお仕事出勤のある方もですね、はい、まあ、会社の経営者は残業をさせないように、はい、まあ、この間だけはですね、もう残業はさせないように、はい、なるべくさせないようにしていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、まあ、何せ昭和から平成に変わった時は、はい、まあ、昭和天皇が闘病の末、崩御されて、ね、はい、まあ、日本中が悲しみのムードに包まれて、はい、昭和天皇が崩御される数ヶ月ぐらい前から、はい、まあ、自粛ムードが広がっていたということもありまして、そうですね、はい、恒例行事なんかも、まあ、自粛されたりという、はい、そういったケースがあったんですけども、まあ、今回の、まあ、令和に変わるお見送りにつきましては、はい、まあ、本当に日本中がお祝いムードで、迎えられるように、まあ、配慮されたのではないかなというふうに思います。はい、まあ、いかんせん昭和から平成に変わるときは日本
日本はバブル景気の真っ只中でしたね、はい、ということもございまして、まあ、一部イベントが自粛されても経済にそんな打撃はないものというふうに思います、はい、まあ、実際そうだったんですけども、はい、でも今ってデフレの真っ只中ですね、はい、日本経済デフレの真っ只中で、はいはい、特に給与の伸びというのがもう伸びるどころかどん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 減ってしまっている、まあ、そういった、うん、ことも起きております、はい、まあ、そういった中で、まあ、自粛ムードが広がってしまいますと、はい、またこれも経済に影響を与えてしまうということで、はい、まあ、この点ももしかしたらご配慮されたのではないかなというふうに思います。そうですね、はい、はい、で、まあ、私昭和から平成に変わるときって小学生だったんですけども、はい、まあ、朝その時1月7日って、まあ、北海道ですとまだ冬休み真っ只中なんですね、はいはい、北海道以外の地域ではもう学校が始まっている地域もあると思うんですけども、まあ、北海道って夏休みは短い分冬休みが長いということで、はい、まあ、1月7日も冬休みだったので、まあ、朝そんなに早く起きてなかったんですね、はい、で陛下が崩御されたのって朝6時台だったもん。そうですね、早朝でしたね、はい、確かだったかな、そうですね、そんな感じが記憶があります、ね、はい、まだ寝てる時で、はい、起きてみたら起きてテレビを見てみたら、まあ、天皇陛下崩御とありまして、まあ、当時私小学生ですけども、その時の印象としては、はい、なんだ、そうなのかぐらいの印象ぐらいしかなくて、はい、まあ、テレビ親の方がですねテレビずっと見ていて、うん、まあ、天皇陛下崩御のニュースずっと見てたんですけども、まあ、当時私の実家テレビが1台で、はい、ファミコンするときもそのテレビを使うしかなかったので、はい、もうお母さんにそろそろファミコンやらせてよっていうふうに言ったら、何バカなこと言ってんのっていうふうに怒られた記憶がありますね。はい、まあ、当時、うん、スーパーマリオ3というのがヒットしておりまして、私もハマっていた人間の一人だったんですけども、はい、それを早くやりたくてうずうずしていたっていう、本当に大事な時そんなことでよかったのかなと物心ついた今になって思うんですけども、はい、中佐はその時その時がですね、はい、私は平成 の昭和64年1月7日は小学6年生の頃だったんですよね、はい、で当時小学校の中ではですね、友達と昭和天皇陛下が亡くなられたぞって話になってですね、結構評判だった、はい、一つ一騒動あったんですよねのぐらいだったんですよ。で、まあ、今でも忘れもしないんですけども、私はですね小学校ぐらいの頃まではまだ自虐史観に染められてた時代があったんですが、はい、なのでなんて言うんでしょうか、昭和天皇が亡くなられて、なんか自分の父にですよ、なんて言うんでしょうか、いわゆる言う人はいるじゃないですか、戦争の責任がどうのということいますね、まあ、でその話を父にしたら父にどえらい怒られたという記憶がありますね。それから始まったんですね私の自虐史観への目覚めというのが実はというのがあったんで、親御さんがしっかりされていたんですね、はいはい、なので平成元年の事件の時はよく覚えてますね。忘れられないっていうか、とか小学校の卒業論文とかに友達はなんか僕は平成元年中学生になるっていうような論文を卒業アルバムですかね、卒業文集だ、そういうの文章書いてた友達もいましたね、はい、まあ、そんな思いがあるかな、はい、まあ、小学生にまだ陛下が亡くなられた意味、本当の意味っていうのをですね、まあ、知らなくてもしょうがないのかなっていうふうに思うんですけども、うん、まあ、私今になって思うことと言いましたら、うん、まあ、もっと小さいうちから、まあ、皇室の大切さっていうのも学校で教えないといけないと思いましたね、うん、そうですね、今でもまあ、ね、いろいろ言う方がいますけれどもね、皇室のありがたみが分かるのって日本人よりも外国人の方がありがたみ分かってるんじゃないかってぐらいですけどね、実は外国の方の方が。そうですよね、はい、陛下が平成天皇陛下がパラオに訪れた時、はい、パラオの方では現地の方が、はい、もう日の丸を振って歓迎していたっていう、はい、まあ、そういったシーンが話題になりましたけども、はい、やっぱり日本本の天皇陛下っていうのはもう世界どこ行っても尊敬される存在になっております、うん、ですね、はい、であと私大学生の時タイに語学研修に17日間行きまして、うん、まあ、そこで言葉を学んだだけではなくて、まあ、いろんなところに行ったんですね。タイの寺院とか、うん、まあ、タイの寺院ですと
かなりあのルールが厳正で、例えば半ズボンで、はい、あの寺院の中に入ってはいけないっていう、そういった決まりもあるぐらいで、ね、はいはい、いろんな決まりがあります、うん、まあ、そういったところにもあの子どもたちにはですね、うん、子どもたちしっかりと礼儀正しく、はい、あのお参りしておりましたし、はい、まあ、そういったのってあの小さいうちから、はい、まあ、きちんとあのそういった教育をなされている、はい、しかも王室に対しての敬意というのもきっちりと払っているということで、はい、 そうですね、まあ、そういった教育の賜物ではないかなというふうに感じました、はいはい。いや、なんていうんですかね、あのタイは 王室がありますから、いわゆる立憲君主制ということになるんでしょうけど、はい、やっぱり王室があるっていうのはあの国民があの政治が乱れても国民がそこにまとまるっていうね、あのありがたさというのがあるとは思うんですよね。あのなので実際あの忘れもしないのは今のあの金、すいません令和になってますけども、あの平成の金城陛下の、ね、あの、まあ、世間ではあのご上位の発言されたあのビデオメッセージの話がありましたけど、はいはい、あの発言であの確か国民のほぼ9割の人がこれはなんか何とかせなということでまとまったのはすごいなと思ったんですよね、あの一言で。そうですね、はい、とかあの平成の時代の時のあの東北の大震災の時の言葉でもやっぱりまとまりましたよね、はい、だからやっぱりそういう伝統のある王室という言い方は変ですけども、そういうのがあるっていうのはあの非常にありがたいというか、あのまとまるのにいいことだとは私は思ってまいりますけどね、はい、なので、まあまあ、あの令和の、ね、御代も始まったわけですから、あの末永くまたあのはじね、あの続いていただきたいと思います、はい、そうですね。平成と言いましたら結構阪神大震災ですとか東日本大震災ですとか、はい、震災が多かった、はい、あ、御代ではなかったのかなというふうに思います。そうですね。でもそんな中でもあの平成の陛下はあの被災地を回られて、もう本当にあのくまなく回られて、はい、まあ、それで膝を交えて被災者の方を励まされたという、まあ、そういったこともありますので、そういったシーンを見ますと、はい、やっぱり日本の皇室というのはまあ、大事にしなければいけないなというふうに、はい、まあ、そういった思いを抱いた国民というのも多いのではないかなというふうに思います。そうですね、はいはい、で改めて、まあ、ちょっとあの平成を振り返ってみますと、まあ、震災が多かったりですとか、はい、まあ、あとあの、まあ、海外に目を転じますとテロ事件が多かったりですとか、うん、まあ、日本で言いますとあのデフレが長続きしたというとか、そうですね、はい、まあ、結構こう良くないことも多かった時代ではなかったのかなというふうに思います、うん、ですね、はいはい、改めて平成を振り返ってみてどう感じますか。そうですね、まあ、災害とか、ね、あの経済がやっぱりあのしぼんでしまったというのはありますけれども、でもそれでもあの日本は、ね、あのちゃんと立ってますので、ね、また令和の時代になっても続いていただきたいなというのはありますし、あの令和に新しくなったことで今度は上向いてほしいなというのはありますね、はい、まあ、そうですね、はい、あの本当にこの令和の時代こそは、はい、まあ、日本が本当にいい方向に向かってほしい、全体がいい方向に向かってほしい、はい、まあ、そういった思い込めます思いが、はい、抱いております、はい、まあ、そういった国民もあの多いのではないかなというふうに思いますけれども、はい、やはりそういったふうにですね、日本を良くしていくためにはあのまあ、皇室の存在も皇室を大事にすることも重要なんですけども、まあ、政治も結構重要になってくるのかなというふうに思います、うん、そうですね、はい、先月あの、まあ、統一地方選挙が行われまして、はい、沖縄でも、まあ、統一地方選挙なかったんですけども、はいはい、あの沖縄3区の衆議院補選がありました、はいはい、もう結果はすでにあの皆さんご存知の通りだと思うんですけども、はい、ただ私この補選の中で一番気になったことと言いましたら、はい、まあ、今回当選したあの屋良朝宏さん、はい、あのこの屋良朝宏さんの選挙候補にを見ますと、はい、ハワイ大学東大センター客員教授と書かれてあるんですね、はいはいはい、でも実際はハワイ大学の、まあ、客員研究員でしたね、はい、研究員と教授を間違えるってこれ普通考えられないですよね。ありえないですね、例えば、はい、あのまあ、准教授と助教授、はい、これかなり似通ってますからそれを間違えてしまうというのはあると思う、うん、あり得ると思うんですけども、うん、研究員と教授、うん、あの、うん、客員教授で客員教授といっても、うん、あの立場はだいぶ違いますの で、 です、ね、はい、間違えないと思うんですよね、うん、でしかもこの、
ご記載につきまして、はい、あの党の屋良智弘さんは、はい、あのチェックしていなかった、はい、あの選挙広報ですとか、うん、そういったあのチラシの、まあ、経歴の、うん、書き具合について、うん、まあ、チェックしていなかったというふうにあの、うん、記者会見の場で平気でおっしゃっておりまして、うん、チェックすべきものをしてないっていうのは、うん、まあ、これちょっと議員としては議員になる人にしてはどうかなというふうに思いますね、うん、そうですね、まあ、本来言ってしまえば自分の履歴書ですからね、はい、それをチェックしないで出すんですかっていう、そうですよね、はい、もしあの履歴書にあの、はい、まあ、記載が間違っていて、はい、まあ、それを指摘されたときには、はい、あのまあ、これあの民間企業の面接とか採用試験だったら、はいはい、それで不採用になってしまってもおかしくないという、はい、そういったこともありますね、はい、で私この今回の、まあ、経歴の、まあ、ご記載を見まして、まあ、ちょっとのその今回のケースとはちょっと違うんですけども、はい、16年前平成、15年の、うん、まあ、衆議院選挙で、はい、山崎拓さん、はい、福岡出身の山崎拓さんをあの選挙区で破って、はいはい、当選した当時の民主党議員がいましたけども、はい、その民主党議員は、はい、あのアメリカの大学を卒業したっていうふうに経歴を偽っておりまして、はいはい、実際はあの経歴あの卒業していないのに、はい、アメリカの大学を卒業したっていう経歴を偽りまして、うん、まあ、それで結局議員失職に追い込まれた、うん、辞職に追い込まれたっていうことがありましたけども、そうですね、はい、はい、まあ、この時、うん、結構メディアとかあと、うん、特にあのワイドショーですね、ワイドショーでは、はい、あの議員の失失せどうかというような叩き方をしまして、うん、はい、これ かなりあの記憶に残っている方は多いと思います。そうですね、はい、まあ、その辺がなんかあの、まあ、これを言うと怒られるかもしれませんが、沖縄のメディアのなんか忖度加減というんですかね、はい、何なのかなとは思うんですけどね、まあ、あの、うん、16年前の例はもう明らかに本人が、うん、あの詐称した、意図的に詐称したっていうケースであって、うんうん、で今回は意図的に詐称したケースかどうかまでは分からないんですけども、うん、まあ、分かりませんけどね、はい、まあ、そういった違いにはあるにしても、うん、まあ、今回この経歴の誤りにつきまして、あの沖縄のメディアというのはあまり批判的に取り上げなかったということもありますし、うん、あとその記者会見を流したテレビ局の方も、うん、まあ、批判的に取り上げなかったという、うん、まあ、そういったこともありますので、あやっぱり反基地反米を唱える人であれば、まあ、そういったさじ加減というのはあるのかなというふうに思いましたね、うん、はい、で16年前 その当時の民主党議員 あの経歴詐称 の時から、うん、あの選挙に出る人、まあ、国政にしても地方選に出る人も、まあ、選挙に出る人は、まあ、自分の経歴について非常に神経質というか、うん、はい、経歴にあの間違いがないようにっていう、はい、まあ、そういった注意を払うようになったのではないかなというふうに思うんですね。そうですね、はい、たとえそれがあの、まあ、意図的にあの、うん、誤った記載にではなかったにしても、うん、あの意図的にあの経歴詐称してたのではないかというふうにメディアに騒がれるっていう、うん、間違いがあると経歴に間違いがあると、うん、まあ、意図的に、まあ、経歴詐称したのではないかというようなですね、うん、まあ、そういったまあ、あらぬ話を作り上げて、うん、叩かれるのではないかという、まあ、恐れもありまして、うん、はい、まあ、結構、まあ、立候補する人の中では、うん、まあ、こういった経歴に対して、まあ、注意を払うようになったのではないかなというふうに思うんですけども、うん、はい、まあ、今回屋良さんの件につきましては、うん、本当にこれ、はい、選挙に立候補する国会議員になろうとしているという自覚はあったのかなというふうに疑問を感じてしまうんですが、うん、中佐いかがですか。そうですね、なんかあのやらかしてくれたなってやつでしょうか。失礼しました。なんか HK さんと同じ流れを言ってしまった。いやなんかあのふっと思いつきまして、はい、あと、はい、まあ、沖縄の選挙と言いましたら今回もちょっと公選法違反が目立ってしまったのが、そうですね、大きいかなと。なんかちょっと今回はあれでしたけど、あの私はあの去年9月だったかな、沖縄にあの遊びに来てたことがありましたけど、ちょうど、はい、あの沖縄県知事選の真っ只中でしたけどね、はい、あの内地の選挙じゃ考えられないようなあのものをいっぱい目にしましたけどね、はい、今回福岡の方ではあの統一地方選はありました、ありましたけど、はい、あのなんていうんですかね、あの福岡だと選挙区派
まず見かけないんですけど、街歩いてても。そう、選挙区見かけない。普通、1候補1台じゃないですか。そうですよね。だから、広さ考えると、そう、まあまあ、見かけないし、法定看板しかないですからね。確か、はい、そういう選挙カーで思い出したんですけども、はい、選挙期間中の日曜日、私、家にいたんですけども、はい、昼ごろに、まあ、2人のうちの一候補 の、はい、選挙カーの演説が聞こえてきて、はい、であと1時間ぐらいもしないうちに、また同じ候補の、はい、選挙カーの演説が聞こえてきたっていうことがありまして、はいはい、一体何台選挙カー走らせてるのかなというふうに思いますね。ですね。で、まあ、一方の方の GA の方も、うん、まあ、違法の登り旗をあちこちに立ったりとか、うん、まあ、あっちもやるな、こっちもやるみたいな感じで、違反がまかり取ってしまったのが、うん、残念だったなというふうに思います。そうですね。特に、まあ、島地さんにつきましては、うん、まあ、公選法遵守を徹底していれば、うん、まあ、相手候補との違いをもっと打ち出せたのではないかなと、そうですね、思いますけど、沖縄の選挙、なんか悪循環になってないかなっていうのを感じますね。あっちがやるからこっちもっていうふうなのと、なんか、相手候補があれだけやってるのに、なんでこっちの候補はやらないんだっていう苦情まで来るっていう話じゃないですか。それもちょっと違うだろうと思うんですけどね。はい、うん、まあ、そうですね。なかなかまだ沖縄ではですね、うん、まあ、公選法についての意識というのが浸透していない、うん、まあ、そういったこともあろうかと思います。うん、まあ、メディアでも、まあ、先ほど申し上げました、登り旗が違法だということは、まあ、なかなか取り上げられていないというのが現実上でありますし、うんうん、あと、まあ、北谷町の方では、まあ、こういった公選法違反をしないようにしようという紳士協定は結ばれたんですけども、うん、まあ、その報道についても、まあ、散発的で、うん、まあ、夕方のニュースで、テレビのニュースで報じられていたことはあったんですけども、はい、まあ、夕方のニュースって、うん、まあ、主婦の方であればなんか夕食を作りながら見ているという感じもありますし、はいはい、まあ、働いている人は働いている人で、うん、まあ、ちょうど移動中ということもありますので、はい、まあ、中にはテレビ付きの車を走らせている人もいるとは思うんですけども、そんなに注意深く見てないのかなという、うんうん、まあ、そういった時間帯での報道ですから、なかなか浸透しなかったのかなというのもありますね。うん、そうですね、はい、ただ、今回、内地の方では統一地方選挙が行われましたけども、はい、まあ、当選してよかったなという人も数多くいましたよね。うん、そうですね。中佐の地元ではそういった人いますか？一人おられたんですけど、はい、応援してた方がダメだったことがあった、ちょっと残念な思いをしたことはありますけど、ね、そうですね、はいはい、まあ、私の、まあ、地元では高校の先輩が市議会議員に当選して、うん、まあ、この方ただ単に後輩の先輩、高校の先輩だから嬉しいっていうわけではなくて、うん、まあ、きちっとした見識を持った方、これはちょっと来週以降の放送で詳しく紹介したいなというふうに思うんですけども、うん、はい、まあ、令和の時代こそはですね、はい、まあ、こういった見識のある政治家が、まあ、どん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 活躍、特に沖縄ではこういった政治家にこそ活躍してほしいなっていうのはありますね。はい、はい、うん、ではちょっと番組の残り時間あと1分少々になってしまいましたので、まあ、中佐から何か一言メッセージがあれば。はい、そうですね、わかりました。まあ、令和についてなんかいろいろ言われる方もいますけれども、まあ、なんかネットでちょっと見た話によると、令和はチベット語ではなんか希望という意味があるんだそうで、なんかね、ということで希望のある時代になりますようにということでよろしいでしょうか。はい、はい、ああそういった意味もあるんですね。まあ、日本語で外国語、日本語と外国語で同じ発音でもかなり意味が違うという言葉もあるんですけども、はい、令和もその一つになっていたわけですね。みたいですね。まあ、ちなみに、はい、愛っていう日本語があるんですけども、はいはい、タイ語では、まあ、ゴホゴホの席の意味なんですね。そうなんですもし令和の時代、はい、私に子供が生まれましたら、はい、ちょっと愛という名前を避けようかなということを今から考えていますけど、すいません、はい、くだらない話で、まあ、本当に令和こそはですね、まあ、何度申し上げますように、まあ、日本全体が、そして沖縄全体が、はい、明るい方向に向かっていってほしいなというふうに思います。はい、まあ、それでは来週も夜8時半にお目にかかりましょう。町田さん、今週ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。はい、ごきげんよう。ごきげんよう。